皆さんおはようございます。私はこの磯田康雄、72になりましたね。はい。66の時にね、外国大学へ行きまして、69歳で英検1級を合格ということで、この動画を作っております。皆さんと一緒に英語力アップということで、いろいろな企画やっております。この下の概要欄に貼り付けてありますけどね。それ見てもらったらある程度わかりますけれども、全てね、どなたでも無料で自由に参加することできます。これ全部私がボランティアでやってるチャンネルですからね。自由に行けます。その前にメールマガ登録と動画登録をお願いします。そうするとこちらからね、コードを送りますのでね、自由に参加することができます。ということで、出雲通りの話はこれなんですけども、今日何の話ということで、なんかゴールデンウィークということでね、最もね、世間ではゴールデンウィークとかなんかですけども、私なんか毎日が日曜日の人間ですのでね、特にもう休みもうずっと全部休みやねんから、特に何の変化もないんで、むしろゴールデンウィークになると人がわっさっと出てきて、もうかなんなというそういうぐらいの感じなんですよね。で、皆さん休みのとこも多いと思いますので、ちょっとね、今日も天気いいですよね、昨日今日とね。庭のちょっとだけお仕事いたしました。ガーディンワークというのか、よくしないけど、さくらんぼがよく咲いてますよね。咲いてて実がなってますね。ちょっと見ていただきました、どうぞ。今ちょっとね、庭のさくらんぼ取りをやってみますので、ちょっとお付き合いください。どういう状態かっていうと、こういう状態ですよね。わかりますでしょうか。上の方はね、みんな鳥にやられちゃってるんですよね。だけども結構周りにはたくさんありますよ。こういう感じで存在してますね。こういうやつですね。一個食べてみますね。結構いけるね。いけます。結構たわわにねなってますよね。というわけでね、桜もね、結構たくさんなるんですよね。でもなりすぎちゃって、もう結構始末に困るという、毎年仕方がないからね、ジャムを作ったり、それからチェリー酒ですか、そういうのも作ったりとやってみるんですけれども、何にしてももう今年はもういらんわって言われて、多少食べただけでね、あとはもう鳥の餌にやっちまえという、もったいないといえばもったいないですけど、鳥が喜んで食ってるということですね。何のために作ってんねんという話ですけれども、そんなことやっております。ゴールデンウィークということでね、昨日もちょっとクズハモールっていうのモール街がありますので行ってみてきて、ちょっと買い物があって、ついでにこう本屋さん行ったら、ついついこう英語のコーナーを見るというのが、常なんですけれども、ちょっと英語のコーナー見てきまして、こんなんが出ておりました。なんか人気 YouTuber っていうんですか、英語系の、それが本書いて出して売れてるとかなんとかね、そこまでは知らないけど、もう出版会社もね、はっきり言ってもう出版不況で、もう雑誌売れない、本売れない、それから新聞も売れない、もうどんどん活字産業ね、ダメになっていってるので、ちょっとでもなんか食らいついて売れるもんあったらということで、人気 YouTuber がああいう本を書くという、そういうことやってますよね。で、私は表紙を見ただけでね、中まで見ることはありません。中まで見たってどうせくだると書いてあるだけだから、見る気も起こらんよね。はい、いうことで通りすがりましたけども、そんなものが出てたということですよね。ほとんどがね、初心者向けのなんかたわいもないこと書いてあるということなんですけれども、やっぱりね、基本的にああいうものではなしに、きっちりとまともな英語の本を読んで勉強をやっていただきたいですよね。ああいう人気 YouTuber ってのは、面白おかしく何かしらこう工場でこう消費者中か初級者をわーっと釣ってるという、そういうことがほとんどなんで、中身的にはね、同じことを言うだけのことで、それをちょっとね、目新しくしてるとか、そんな程度のことですわね。やはり基本的には自分がきっちりと理解して進めてやっていくしかないということなんですよね。だからああいうもんに頼るようではちょっとダメですよね。
っぱり本格的なものにきっちりと取り組んでいただきたいなと思います。まあ、通常ね、だいたい英検2級ぐらいが今一番、一番基本的ラインなんですけど、そこへ行くだけでもね、普通にやったらだいたい5、6年かかりますよね。まあ、でも実際それを成し遂げる人っていうのは非常に少ないですからね。ほとんどの初級者っていうのは、まあ、なんかああいう面白おかしいものに手を出して、まあ、遊んで終わりという、まあ、そのパターンですよね。圧倒的多数はそれで終わってしまいますね。まあ、これからね、世の中、まあ、日本なんか見てたら分かりますようにね、こう全体としての経済規模が小さくなっていきますのでね、まあ、私の若かった頃のように一都市経済成長していくというそういう時代でしたらね、まあ、何をやっとってもそれなりのプラスっていうのはなったんですけども、これからはこう全体にこう縮小していく時代ですから、きっちりとこうまともなことをずっと突き進めて自分 の身につけないことには あまりいい生活にはなれないですよね。そういう時代が来てますのでね、まあ、あんまりそういう下手者に手を出さずにきっちりとまともな英語やるんでしたらまともな英語にやっていただきたいなというふうに思いますよね。まあ、それぐらいが、まあ、ああいう わけわからんもん見てなんか、まあ、面白いのかもしれませんけどね、まあ、そんなもんに面白さ感じてるうちはね、なかなかうまいことはいかんよね。まあ、そういうふうに思いますね。やはりきっちりとしたものを読み込んでいただきたいですよね。それが本当に自分の実力を上げる正しい道ですよね。まあ、多くの人はね、そういうとこからそれちゃうというのがこれがまあ現実なんですけどね、やっぱりきちっとこうまともな道を行っていただきたいですねというふうに思うのが、まあ、今日のゴールデンウィークということで、天気いいですよね。明日からもちょっとうちも、ね、子供ら帰ってくるし、わっさかわっさかになりますのでね、動画のアップができるかどうかちょっと分かんない状態ですよね。まあ短いのがちょっとでもできたらいいかなと思ってますので、まあ今日も頑張ってゴールデンウィーク入っていきますけども、まあこれこそ勉強のチャンスだと思ってやってください。